一人で帰れるっす。どうせ軽い火傷だし。いいから案内しろ。兄貴。あ、それはやめろ。こっちっす。ジェシーたち、もう帰ってるかな。さあ。二人の家に寄ってもいいっすか。通り道だし。ああ。変な影が瓦礫通りに落ちたよな。安全な町の空気、おいしいよ。みんな、何でも屋さんに感謝してね。ここがビッグセンチ。まだ戻ってないっすね。そうか。また反省大会かも。ああ、作戦の後のお約束っす。考えすぎて熱まで出したり。意外だな。ちょっと心配っす。さあ、次はジェシンチっす。ミッドガルを出ていくかで。マコーロのニュースが頭に浮かんで眠れねえ。ここがジェシンチ。男子は立ち入り禁止っす。役者志望の女子たちと暮らしてるから。変な気起こしちゃダメですよ、兄貴。ああ、念のため警告っす。みんな噂好きなんで。アバランチのことはバレないのか。そこは役者だから。あ、もう一回警告。兄貴も本気にしちゃダメっすよ。何のことだ。ふんふんふん。女はみんな大女優っす。スラム住民にもできる魔鉱炉での秘密の仕事って知ってる？何それ、噂だけど。明日五番街に行く。ほらほら、にゃる、バニー、パス、みんな挨拶。今日の門番はこの三兄弟。じゃあな。見送りどうもっす。手当て、忘れるなよ。了解っす、兄貴。その呼び方やめてく。怖くない怖くない、兄貴は優しいっすよ。よしよしよし。うん、ああ、はい、よくできました。よしよしよし、こらニャル、すねちゃダメっす。明日5番街に行く。住み込みの仕事を探すんだ。止めはしない。だが期待はする。スラム住民にもできる魔鉱炉での秘密の仕事って知ってる？何それ。噂だけど、ものすごくお給料がいいそうだわ。うわ、やっぱりクラウド、そろそろ来る気がしたんだ。じゃあ、はい、これ。ご苦労様、何でも屋さん。ああ、それから特別なご褒美。あ、分かったから離れてくれ。じゃあ明日の夜来て。同居人たちみんな留守らしいから。じゃあってどういう意味だ。とにかく離れてくれ。離れたら来る？明日の夜。分かった、考えておく。やったー。じゃあとっておきのピザ焼いてあげる。具はマルケ、ルーシェ、クロミリオンに赤シリ。どう？全部知らない。なんてキュートなの。いいぞ、私に任せなさい。おやすみ。なんつって
また爆破があるんじゃないかって不安なんだ。ミッドガルを出ていくかで。おお、クラウド、無事だったか。ウェッジは？家だ。そうか、そりゃよかった。明日は大事な作戦決行の日だ。ウェッジがケツを撃たれたとか言い出した時はどうなることかと思ったぜ。バレットに黙って上まで行って、もし何かあったら合わせる顔がないからな。かといってジェシーの様子も変だったから放っちゃおけなかったし。ビッグス、ジェシーは今頃爆弾の準備してるんだよな。それって今からやって間に合うもんなのか。やっぱ手伝いに行った方が。落ち着け。悪い、パラシュートでかなり流されてな。なんか悪い前触れなんじゃないかって。つい。スラムの心得その1。了解。じゃあな。お世話になったな、グラード。あなたの記録は誰も破れそうにないの。ほんとすごいね。ああ、ずっといなかったね。散歩だ。ああ、そうだ、ジョニーと会ったよ。ミッドガルを出るって。ん？ああ、あいつか。クラウドはしばらくミッドガルだよね。あ、古い友達がピンチらしくてな。そんな時は助けるって約束したんだ。あの頃に想像していたピンチってこんなんじゃなかったな。話したいなら聞くぞ。あれ？なんか雰囲気変わった？俺か？柔らかくなったような。変化？ううん、いい感じ。これならマリンも怖がらないと思う。帰ってきたって分かったらホッとしちゃった。はあ、すごい睡魔。いろいろ話したいけど今夜はもう眠った方がいいみたい。ああ、おやすみなさい。おやすみ、ティファ。どうした？来て！早く！もう！作戦に出ようとしたら、あれがたくさん押し寄せてきて。状況は？バレットとジェシーが戦ってる。でも、いつまで持つか。合流しよう。うん。
けるな。もちろん。店まで急ぐぞ。接触すると見えるようになる。それ以上のことはわからない。ソルジャーでも知らないんだ。倒せることはわかった。やるしかないな。また急いでるのに。他の道は？うん、こっち。ここもか。もしかして私たちの邪魔してる？クラウド、こっち。嘘でしょ。まるで洪水だね。流されるなよ。うん、ついてく。大丈夫か？なんとか。やば。ジェシー。くせよ。偽物じゃねえぞ！
た、何だったんだあのうじゃうじゃはよ。まあこの吐きだめじゃどんな突然変異がいても不思議じゃねえ。たく、マコーロってのは。大丈夫か。平気って言いたいところだけど。本当嫌になる。クラウドに迷惑かけっぱなし。気にするな。その足、大丈夫っすか。騒ぎすぎ、全然平気。でもしばらくは安静にした方が。ダメ。無理すんな。ジェシーは留守番だ。え、作戦はどうするの。ビックスはもう潜入しちゃってる。今さら中止にはできないでしょ。ああ、俺が頑張りゃいい。余計心配。俺がジェシーの分まで頑張るっす。お前、今から出られるよな。報酬は割り増しだ。おお、任しとけ。よし、クラウドを入れて作戦再開だ。私の分までかき回して。ウェッジ、お前はジェシーとマリンを頼む。俺は元気っすよ。二人を任せられるのはお前だけだ。よし、仕切り直しだ。ターゲットは5番マコーロ。各自準備を整えて駅に集合。準備の足しにしろ。金額の文句は受け付けねえぞ。頼むぜ、ソルジャーさんよ。これダーツでハイスコアを出した人への賞品っす。持って行ってください。作戦が終わったら今度はみんなでダーツやるっす。兄貴、気をつけて。また舞台に出そびれちゃった。本番に弱いのかな私。またチャンスはあるさ。あ、慰めてくれてる。ありがとう。行こう。ティファ、力を抜こう。え、緊張してるだろ。ありがとう。よし、行こう。